2年生のつもりで聞いてください。はい、再生は始めていきます。前回の授業では、はい、こういう引き算を学習しましたね。はい、じゃあこれちょっと復習のつもりで誰か挙手。じゃあ金沢さん、5、はい、そうですね、5ですね。はい、分からない人いませんか？はい、で今日はちょっとこれとは違った新しい形の引き算をやりたいと思うんですけれども、まずはね、皆さん大好きな隣のクラスの金沢先生がね、協力してくれましたので、その動画を見てもらいたいと思います。私、金沢せっか今、おばあちゃんが入院してるから、お見舞いにこのかりんと拾ってきたどんぐりをおばあちゃんの病院に届けに行くの。私は何個落としてきたのでしょうか？はい、はい、面白かったですか？はい、で、このお話を聞いてどんな式が思い浮かぶか、なんか思い浮かびましたか？何も先生からのヒントなしで誰か答えれる人、牟田口君どうですか？はい、7、7引く四角、はい、四角、3、はい、どうですか皆さん、同じ感じになりますか？違う思いついたよって方いないですか？なさそうですね。じゃあちょっと続きを。わかりましたか？正解はじゃん、4つ。はい、こういうね、牟田口の正解です。っていうので、今日はこういうふうに間、前まではイコールの右側が分からなかった式を引き算したんですけれども、今日は真ん中ですね、7から何を引いたら3になるのかっていうのを、まあ、やっていきたいと思います。いくつか出ようとした方がいいのかな。いいですか？じゃあこんな感じで終わります。はい、ありがとうございました。そうですね、まあちょっと感想も時間がないので、僕の方からだけ言いたいんですけど、まあ、まさにちょっとこういうのを今回作ってほしかったなっていうのをこう作ってもらったような感じですね。で、まあ、さっきのね、あのちょっと授業も
食ないですっていう風な声も聞こえてきたところもあったんですけど、もう動画の出来としてはやっぱりもうバッチリですね、もうしっかり使いこなせているので、もうその調子でちょっとかっこいい動画欲しいなと思ったら、もうサクサクっと作っていってもらったら、今後ね、新しい教材、こう今まで50代60代先生が作れなかったような教材が作れるようにもうなると思うので、ぜひぜひ頑張ってください。で、まあ、今回のやつもすごいストーリーがあって面白かったですね、小学校2年生の気持ちで入れたんですけど、これはトトロじゃないですか。拾ってきたどんぐりをおばあちゃんの病院に届けに行くの。病院に行くのになんかルンルンっていうのがいいですね。はい、っていう風な感じで、まあ、今回は動画作ってもらったんですけど、まあ、この調子で作ってもらえればなという風に思います。はい、なのでムービーメーカーはね、まあ、そこにとりあえず入れておきましょうっていうことですね、まとめとしては。はい、そしたらもう14時20分になるので今回の終わりたいと思います。それでは5回ちゃんと、受けてくれた皆さんありがとうございました。ちょこちょこっと聞いてくれた人もすごいもう感謝です。ありがとうございました。はい、ということで5回終わりたいと思います。はい。